メイン行きます。あの奥で止まって、奥で止まって天理線に入ります。毎月26日はやるんですけど、基本それがやらないんで。そういう感じやな。4点ある。動いたことが僕の中では、そうです、結構レアなんで。レアです。踏み切りがちょっと迷惑って。そう無線の通信で行ってほしいっていうのはですね。それだけの2号台から日程が。ご不満されてるっていう。ごめんね。すいません。だからジャックがいるんか、今日。だからジャックいいんじゃないかね。ああ、そうですね。逆出発来たわ。うわで、相変わらず第一にするっていう。ああ、いいよ、これ。おお、ああ、素晴らしい。左側に来ちゃうか。照明さん。しかも、こっちのホームを通過するという。なるほど。ちょ、僕だけ止まるかな。あ、左寄りのホーム。すごい。タスキーな、停車なんで。この瞬間逆走ですもんね。うん、あ、待ってる。待たせてる。すげえ。信号待ちか。こっちの信号待ちっていう。ああ。一応ちゃんと両方つ。あ、確認します。あ、確認ですか。停止位置を見ます。あそこはその警戒信号、あ、こっちが避けてるわ。ダイヤがそうなんだけど。本当渡せられるか。4分遅れです。あ、本当ですか。あれは。でも普段はこの列車来ないよ。これ45分あった。今日はちょっと。あ、そう
今49分ですけど、はい、今50分になるだけなんで、まあ、運転手さんの乗務員交代があるから、しかも歩いてくるんでも、ね、仕方ないですよね。しょうがない。ごめんね。ごめんね。向こうの運転手さんに謝っとかないといけない。うわぁ、こんなことってない。うわぁ、すげえ。これはいいなぁ。運転手に手振っとこ。苦笑いの感じがしてたな。無線持ってたんで多分。ロードまた変わる。だからもう売り返したから。